はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はやってきました降臨ガシャ SSR 超グレートアップですね。こちらがやってきたので聞いてみたいと思います。三木高がねやってきましたけども、まあ三木高は当たっても当たんなくてもいいかなという感じなんですけど、問題はですね、3セット目にですね SSR の覚醒ガエル青ですね、こちらが来ますね。こちらを通りたいので3セットね引いてみたいと思います。まあね、降臨三木高やってきたらね、強制的にスタンバイになるんで、一人歩き、強制一人歩きみたいな感じにできるんで、いろいろな場面で使う機会が、出てくるんじゃないかなと思います。まあ慌てて取ることではないんですけど、さらに問題なのがですね、これですね、赤ちゃん&と、東方ジョスケですね、赤助って呼ばれてるんですかね、こちらがですね、確定ガシャがありません。日付もね見てもらえたらと思うんですが、7月16日14時から7月25日13時59分までと書いてあります。そして、今回の超じゃないですね、普通の降臨ガシャの開催期間が7月20日の14時から7月25日13時59分、これが意味するところの、確定がないということですね。赤助のね、限定が確定ガシャがないということで、ちょっとね慌ててこれ取らなくちゃいけないなという感じです。まあ出なくてもねもうしょうがないかなという感じで、いきましょう。しょうがないですこればっかりは。ではですね、1セット目、まあ3セットまでは引いていきます。1セット目参ります。さあ泡の色、そして稲妻は走っているのか。さあどうでしょうか。あ、そうか、 SSR 1枚は確定でしたよね確か。ここら辺はねよく見てないです。さあ3枚目、ドラの稲妻走っているが、旦那、4枚目、ね、グーサー。さあ5枚目、そろそろ出てきてね安心させてもらいたいところ、これもダメ、青い稲妻ダメですね。さあ7枚目、ジョナスさん8枚目、これは1枚のみが確定でないのか。確定で、あ、確定、もう財布でしたね。さあどこどこ、さあ来た、何が来る、さあ来い、お前じゃない、まあ、財布はいいでしょう。しかし、プラス4、ストレーツも結構来てるんで、まあねこういう風な感じのなってます。 SSR1 枚確定ですので、稲妻が走ってるかどうかですね。さあ2セット目参ります。1枚はね確実に手に入るので、どうなのか、稲妻が走ってるかどうかですね。さあドラララララ1枚目、ロハン。さあ2枚目ドラララララララで、ケイチョウ。3枚目、ドラララ稲妻走っているが、ダメ、ブロフォード。4枚目、これもダメ、おっと、いいし。5枚目、厳しいな。6枚目も赤稲妻ですけど、ジョータロー。7枚目、ドラララでカーズ。8枚目、フンガーミー。さあ9枚目、稲妻じゃないですね、また財布か、違う、財布、いやバイツはかかんなくていいから。2 もう1回、3、いやーこれはちょっと、4、うわー辛いな、あと1回で謎の演出が、新演出が来ない。4覚醒、5枚ですね、5覚醒で4、おーっと1逃しですね。
微妙。さあ3セット目ですね。 SSR1 枚が、SSR 覚醒ガイルですね、青ガイルが来ます。では3セット目参ります。さあ稲妻が走っているかどうかが問題です。さあどこ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 、タマミーさん2枚目、どこどこどこ、ジェイガイル3枚目、稲妻走ってくれ4枚目、ジョインギーンさあ5枚目、うん、これは厳しい、ジョスケ6枚目、うん、これも1枚のみか。さあ7枚目も、うん、フンガーミー8枚目、これは1枚のみですね。さあ9枚目、さあ赤助来い、あんあんあやっぱこれまたバイツを出そう1 いやいいんですって、もういや赤ちゃんジョウスケが欲しかった、アビリティ1つアップ、もう何歩か忘れましたわ、もう。はい、というわけでですね、このね SSR カエルがね、こちらをねもらっておしまいということにします。リセット後もねあるんで、これは引いていこうと思うんですけど、ガシャでアップするかどうかちょっと悩んでおります。最後までね、ご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバトル。